はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。久しぶりに動画録画しました。もう今更2023年の話かよっていう風にもう突っ込まれると思います。自分もそう思います。でもね、しないわけにはいかないんですよ。もう2023年やっぱいろんな漫画にいろんな感動をもらったので、それをおかんと発露しないわけにはいかないんです。なのでこちら動画を撮らせていただきました。ということでですね、今更にはなるんですけど、その年間に400から500冊ぐらいの新刊を購入している自分裏表が、もう2023年に出会ったもう感謝と感動を覚えた作品っていうのを厳選して紹介していければと思います。もうやっぱ1年ってね、長いけど短いけど長いっていう期間で、やっぱいろんなことがあったと思うんですよ。そんな時、傍らにそのどんな漫画があったかとか、例えば試験に受かった瞬間にこの漫画読んだなとか、悔しい思いをした時にこの漫画読んだなとか、まあそういったやっぱりもう自分のこう人生にこう紐づいた感じで、いろんな記憶が蘇ってくるんですよね。2023年のやつを振り返っていて、ほんの1年前なんですけど、少しこう懐かしい気持ちになっちゃいました。皆様もですね、その2023年にそのいろいろな漫画に感動したのではないでしょうか。もしよければそのこの動画を視聴する傍らで、皆様が感動した作品などそのコメントいただけるとすごく嬉しいです。多分ね、その100種類ぐらいあったんですよ、その自分の2023年に買ってた漫画っていうのが。その中でね、どうやってこうトップ10選べばいいのってね、まあ正直悩んだ、すごく悩みました。めっちゃ苦戦したんですけど、まあ10校に10校重ねて、まあ、当時のことを思い返しながら決めたベスト10です。行ってみましょう。こちら、アケビちゃんのセーラー服です。でこちらはその集英社から出版されています、そのヒロ先生が描く女子高生のその眩しい日常を描いた作品になってます。登場人物たちがね、そのあまりにもエネルギッシュでね、すごくエネルギーもらえます。もう眩しい、本当に眩しい。女子高生たちのその等身大の悩みっていうのにも一喜一憂しながらもね、弾けるような笑顔でこうもうスパーッと、スパッとではないか、みんなもう紆余曲折しながらもう元気に乗り越えていく姿っていうのはね、まあ本当に眩しい、素晴らしい作品だと思うわ。まあ、表紙もすごいかっこいいよね。まあ、あのアニメ化もすごく綺麗な内容で、もうアニメ化されてますので、もう漫画アニメ両方ともいろんな人に見てほしい、自分の大好きな作品ですね。今回はね、その楽器演奏とかそういう日常というよりかは、若干こう何かをするっていうところにフォーカスを当てた内容で、結構やっぱ共感を感じたので、やっぱ面白かったなーって思って、今回の感動ベスト10にランクインさせていただきました。あけびちゃんのセーラー服でした。では9位ですね、こちら、神田極楽町職人話ですね。こちらね、そのこの漫画がすごいでも紹介されていたと思います。リード社にて坂上明人先生が描く昔の時代のその職人っていうのを描いた作品になっています。あけびちゃんのセーラー服とは一転ですね、その静謐な雰囲気っていうのをまといながらも、でもね、それにも負けないね、灼熱を感じる熱っていうのがもうあるんですよ。執念とも飛べるような情熱を感じる作品です。めちゃくちゃ良かった。自分はその漫画もそうなんですけど、日本の文化ってこう世界に通じるって思っていて、その職人魂っていうのをこう真正面からドカンと描いた、出会った瞬間に本当にね、もう息を飲みながらこうなんか1ページ1ページ読んでいった記憶っていうのがありますね。よかったなぁ。なんかね、そのキャラクターというよりかは、本当にもうその空気かな、その時代その時代のその空気っていうのをね、めちゃめちゃ真面目に静かに激しく描いてて、いやー、たまらんかったね、本当に。すごく良かったです。神田極楽町職人話。これ多分今後も結構ね、世間が注目していくんじゃないかなって、日本を代表する漫画の一つになってくるんじゃないかなって勝手に思ってます。素晴らしいです。では次ですね。8位、こちら。虎は竜をまだ食べないですね。角川書店発行の稲葉八先生が描く竜と虎の寄り添いを描いたファンタジー作品になってます。これまたね、読んでてね、息を飲むというかね、息を飲むっていうか、もう息を潜めながら読んでたって感じかな。すごいなんかもう静かに、でもすごく息を潜めながら読んでた記憶のある作品です。で、登場人物、この2人が生きる世界っていうのが、すごくシビアで、儚かなくて、もうね、ハラハラしながら読んじゃうんですよ。もう本当に。もうね、寒い、もう寒いって感じで、すごくなんかね、ビシビシくる世界観なんですよね。まあ、実際にやっぱその獣の世界っていうのは、もう明日生きるのも大変っていう、もう本当に命がけの世界だっていうのは、もう重々は言い過ぎかもしれないけど、承知はしている。でもそれをね、こんな身近に感じられるように漫画として落とし込まれたら、そりゃまあ読んでてさ、息を潜めたくもなるよって感じ。すごくね、もう、あ、何これ怖いんだけど、でもこの二人に幸せになってほしいな、みたいな、こう、シビアな世界、世界は冷たいんだけど、この竜と虎の間にはね、こう温かいつながりがあるっていう風に感じますので、まあ、そこら辺をすごくこう尊く感じて、静かに応援していきたいなと思ってます。はい、虎は竜をまだ食べないですね。現在3巻まだ買いやすいです。すごくおすすめな作品ですね。でもね、結構こうシビアな世界観なので、読まれる方は、まあ、そういったものが好きな方が読むといいと思います。では次ですね。こちら、第7位、T の絶え増しです。
正直自分この作品超好きで1位にしたいぐらい好きな作品です。でもね、他の作品群も強すぎて、一応今回は、まあ、超好きなんだけど、まあ、その時の感動っていう風な観点で考えた時に7位という形で置かせていただきました。こちらは小学館よりよもやまたかし先生が描くバトルファンタジー作品になってます。もうね、あのサイコミの方で毎日少しずつ読ませていただいて、気づいたらもう本全部買ってました。マジ最高ですねこれ。とにかくね、主人公が本当にかっこいい。本当、これ主人公じゃないですよ、これ。でもこのキャラも超かっこいいけど、このキャラもめちゃくちゃかっこいいけど、主人公が本当にかっこよすぎる。こんなにかっこいいって感じた主人公はね、自分正直あんまいない。本当にあんまいない。今までの長い漫画人生の中で、これほどかっこいい主人公っていうとね、例えば海王期のファンガンマビゼンとか、ああいうレベルかな、自分の中では。めちゃめちゃ大好きな主人公ですね。この主人公のもう様々な一面を見たいっていうためだけに読んでるって言っても過言ではない。もちろんね、そのパートナーの千景さんとか、トウモリさんとか、まあそのいろんな他のキャラクターもめちゃくちゃ魅力的なんですけど、主人公のね、かっこよさが半端ない。次の最新刊も、次の最新話も本当に楽しみです。こちら、ついの谷間市になります。めちゃくちゃおすすめだけど、結構えぐいのかな。結構えぐい部分もあるので、まあちょっとほんわかした世界ではないっていうことだけはご承知ください。はい、では次ですね。第6位。メダリストです。いや、これはすごい作品ね。こちら講談社にて鶴間いかださんが描いているフィギュアスケートの漫画になってます。まあ、ド安定ですね、本当に。アニメ化も決まって、今後の爆発っていうのがもう約束されている作品となっています。とにかく熱い。冷たくも熱い。これね、その氷の競技だから、ギャグとか冗談でその冷たくも熱いって言ってるんじゃなくて、本当に冷たくて熱いんですよ。本当に。これね、読んでる方だったら分かると思う。この漫画を読んでる方だったらね、あ、分かるその表現ってね、思ってくれると思うよ。冷たくも熱い。とにかく、登場人物たちのね、もう灼熱のごとき熱に当てられる読者っていうのがね、たくさんいるんじゃないかなって感じられる素晴らしい作品です。本当にね、やっぱスポーツ漫画って、そういうとこあるよね。この登場人物のこう人生っていうのをさ、横に並んで見てるみたいなさ。うわ、痛い、頑張れみたいなさ。そういう風にやっぱさ、すごく元気をもらえる。もう作品ですね。すごくおすすめ。アニメ化もするんですけど、アニメがどういう風になるかは自分は分からない。分からないけど、漫画で読んでほしいなって、やっぱ漫画好きだと思っちゃうな。はい。次、こちらですね。第5位。日本三国です。これもまっすさまじい作品ですよね。本当に熱すぎる。本当に熱い。異常なまでに、恐ろしいまでに熱い作品です。で、小学館にて、松本一家先生が描いてます、もう近い将来に、その滅んで、文明が、こう、退化した日本っていう設定の中で行われる、日本三国絵巻って感じですね。面白いんですよ。日本のこう、古い時代の文化と、今の時代の文化がこう、ごちゃ混ぜになってる感じがしてね、すごく不思議な世界観を描いてる作品ですね。めちゃくちゃなんか、独特です。はい。もうね、毎度、マイページがね、もうクライマックスかって言わんばかりのね、もう展開が激しすぎて、読み終わるまでね、本当に目が離せない。もう息を飲むって、まさにこのことだなって思う。これはね、正直あまりね、こう言葉で語り尽くせないので、このね、この情熱、この熱っていうのは、ぶっちゃけ公式で読める1話だけ読んでもね、感じられる、この熱は。なので、もうぜひ、まだ読まれてない方っていうのは、ぜひ1話だけでもいいから読んでいただけるといいかなって思う。あまりにもね、勢いありすぎて、はぁって思うよ。自分これ超好き。いやー、特にこの4巻はね、激動だったね。はい。今後がすごい楽しみな作品ですね。次の巻、マジ楽しみ。日本三国でした。次は第4位ですね。こちら。ダンススクールです。こちら小学館にて、ジョージ朝倉先生が描いてます、バレエダンサーのお話になってます。まあ、この数巻はですね、いつも元気に、もう全力で飛び回ってた主人公の純平くんが、その怪我に悩まされちゃうっていう巻なんだよね。今までの純平のやっぱ成長をずっとこうやって、もう自分の成長と一緒に見てきた自分としては、もうね、心配と応援っていうのがもう入り混じる、すごいな、複雑な気持ちで読んでましたね。いやー、でもね、やっぱね、この純平もそう、前の登場人物もそうだけど、やっぱ純平のこの眩しさ、弾ける姿っていうのはやっぱ感じるところあるよ。感じるところある。漫画ってやっぱ怖いよね。こういうなんていうかさ、物語だっていうのは分かってるけど、現実世界にやっぱこういう人っていると思うんですよ。じゃあ自分はって考えると、ああ、まあ怖くなっちゃうよね、正直ね。でもまあそういう風にまあ疑似体験できるのも漫画の素晴らしいところではないでしょうか。まあ素晴らしいと思う。自分も頑張ろうって思わされる作品です。ダンスウール26巻、まあ、26巻今は多分もうちょっと先かな。はい、すごく楽しみにしてます。じゃあ次ですね、こちら、ダンジョン飯です。完結。おめでとうございます。本当におめでとうございます。最高でした。で、アニメも今現在放送中ですごく楽しませていただいています。こちらも最高です。ということで、こちらは、角川のエンターブレインで、
クイリョーコ先生が描いてますファンタジー作品ですね。もうダンジョン飯がね、もう裏表が出会った2023年度の感動漫画のベスト3となってるんですけど、まあ正直1位にしたかった、マジで。マジで1位にしたかった。そんぐらいね、これは感動したな。感動したっていうかね、完成度が高すぎた。ネタバレになっちゃうんで、もう何も言わないんですけど、この13、14巻ってもう一斉に発売したんですよね、この13、14って。で、その2巻でね、綴られた物語の、まあ美しさたるや、もう何なんて言えばいいのこれ。本当に完成された物語だろこれって。美しい完結を迎えすぎだろって。本当にね、感動した。ハラハラドキドキもするのに、シュールとかギャグというかさ、みんなのあったかさもある。すごい不思議な世界観でさ、ダンジョン飯ってなんか、本当にこう、このクイリョーコ先生が作り上げた、一つの現実に存在するかもしれない別世界なのかなっていうふうに、すごく感じちゃうよね。正直この感動を伝えるためだけに、その一本の動画を撮ろうとも思ったんですけど、そのためにはね、やっぱもう1回2回ぐらいこう1話から1巻からもう読み返さないときついのかなって思って、まあなかなか難しいかなと思ってます。まあとにかく本当に最高でした。2023年でかなり強く強く印象に残った作品かなと思います。これは素晴らしいです。ダンジョン飯ありがとうございます。アニメも本当に楽しみにしてます。では次、こちら2位ですね、異世界侍です。これもね、正直1位にしたかった。自分のこのランキングっていうのは面白かったとかそういう話じゃなくて、衝撃を受けた作品なんですよ。衝撃を受けた順番でこうやってランキングがつくんですよね。だから面白い面白くないではないんですよ。で、面白いっていうのも衝撃だし、すごいっていうのも衝撃だし、悲しいっていうのも衝撃だし、驚きっていうのも衝撃なんですよね。こちらはパトカーにて斉藤慶吾先生が描いてます異世界転生サムライファンタジー作品になってます。もうね、1話を見て度肝を抜かれて、そこからもうずーっと楽しませていただいてます。なんといってもね、主人公がね、マジ魅力的で、本当にもう銀子ちゃん最高だね。本当にすげえいいキャラしてる。もう早くね、もう別の主人公のこの側面一面っていうのが見たいなって願いながら、毎晩毎晩もう楽しく読ませていただいてます。もう1話ずつもう最新やっぱ追っちゃってるよ、面白すぎて。絵やキャラだけじゃなくてね、もう画面とか構成、もうその他全てからもうベテランっていうのを感じる、もう漫画力っていうのもあるので、もう必見ですよ。これはすごくいい作品。本当に誇張抜きで1話見た瞬間に、これは世界がほっとかない作品になるでしょっていうふうにもう確信をしたし、今現在もその確信は揺らいでいないですね。もうね、今の時代っていうのはその漫画アプリでいろいろその試し読みができますので、もう興味がありましたらもう1話だけでもいいです。1話だけでもいいので、もうぜひ読んでみてください。すごく好きだな。気楽に読めるけど激しい世界って感じかな。異世界侍、もう少し3巻出るのかな、楽しみです。ということで最後1位ですね。ここまで出てきてない作品で、自分がいつもいつもこう、この作品最高だぜって言ってる作品あると思うんですよ。わかりますかね？きっとみんなならわかると思います。そうです。じゃあ、空挺ドラゴンズです。めちゃくちゃ面白い、ほんと。講談社にて、桑原拓先生が描かれている冒険ファンタジー作品ですね。もうね、ロマンです。ロマン。もう本当にそれに尽きる。ロマンを詰め込んだ名作ですね。本当にこれはアニメでね、続きやってほしいよ。本当に大好き。マジでよかった。もうね、いつもね、自分はね、この作品大好き大好き大好きって言ってるんですけど、まさかこういう風に1年を通して1位に上げるとは思っていませんでした。最新刊を見るまではね、この最新刊を見るまでは思ってなかったんですよ。この最新刊最高だっただろう、マジで。本当に最高の一巻だったわ。一山を超えたさ、前回の巻のお話があった後にギプスの話とか滝田の話とか、そしてなんといっても天下りよ、天下り。いやいや、その現実世界でいう天下りとは全然違うよ。一緒にすんなって感じよ、ふざけんなって。まあ漢字も発音全く一緒なんだけど違います。本当にとにかくこの空挺ドラゴンズの世界で歌われる天下りっていう事象っていうのがね、本当にもうロマンそのもので、いやー、よかった。これ本当にアニメでさ、あのシーン見たいよ。天下りって言ってさ、ゴーって、これは読んだ人間しかわからん。本当にね、これは天空の城ラピュタとかナウシカとか、そういったもう冒険ロマンが好きな方はもう全員に読んでほしい。俺すごい好き。とにかくね、もうずっとその自分の子供心を掴んで離さないロマンに溢れた作品っていうのが、2023年の自分の感動した漫画のベスト1位となりました。空挺ドラゴンズありがとうございます。全部いきますか、ドコーンと。10位からですね、アケビちゃんのセーラー服、パンダ極楽鳥職人話、トラは竜馬は食べない、次のタイマシ、メダリスト、日本三国で、ダンスダンスダンスウール、ダンジョン飯、異世界侍、そして空挺ドラゴンですね。いや素晴らしい作品勢ぞろいよ。もう最高だったわ、本当にいい1年だった。ということでいかがだったでしょうか。
もう残念ながらですね、その10位にそこ入れられなかった作品っていうのもね、いっぱいある。例えばね、例えばこれかな、これとかこれとか、他にもあるんだけど、まあ、例えばこの辺とか、これあの台湾の作品なんですよ。台湾って最近すごく日本でこの発売してる漫画が多くて、そこら辺をね、ちょこちょこ読んでるんですけど、その内容がね、まあその日本の漫画に対してのリスペクトっていうのはすごく感じる内容になってまして、完璧には個人の主観なんですよ。個人の主観なんですけど、商品じゃなくて作品、文化、芸術として、こう日本の漫画っていうのをなんかリスペクトして、それをなんか自分たちなりに昇華してるっていう感じがするんですよ。ただ日本の漫画ってさ、その日本の漫画技法ってもう成長しすぎて、もう芸術の領域に入ってると思うんですよ。もう真似することができない、もうおかしい、頭のおかしい領域に入ってると思うんですよね。でその台湾発の漫画っていうのもね、読んでると、だからそれを理解し表現しようってしてる熱量っていうのね、端々から感じるんですよね。そういうのを感じて、なんか、なんていうかね、すごく幸せな気持ちになるんですよ、自分は読んでて。だからその台湾の漫画って自分他にも、例えば緑の歌とかもあるけど、まあすごく好きだなって思ってて、今後注目していこうと思ってます。他にもやっぱ絵で言うと、まあ例えば黒魔無双とかさ、まあ他にもいっぱいあったよ。夜な夜な夜なとかもいろいろあった。すごくでいい漫画、これたくさんあったけど、全部は紹介できないから今日はこれだけにします。皆様の中にもそれぞれの最高っていうのがあると思います。漫画っていうのはその人生のお供みたいなところがあると自分は考えていて、こう何かをその最高だって思えるっていうのはさ、その感想を抱ける自分もやっぱその最高だって思えるだけの自分っていうのを持ってないと味わえないんですよね、この気持ちって。だからやっぱりいいものに出会ったら良い、最高だと思ったら最高だって言えるといいなって思って、自分はこうやって最高って言い続ければいいなと今も思ってます。もう良ければもう皆様の最高っていうのもいろいろ聞かせていただけるとすごく嬉しいです。こんな感じですかね。それとですね、月2回ですね、月中と月末のその日曜日にその漫画雑談配信っていうのをしてますので、もうよかったらそちらも見に来てください。それではですね、この動画が良かったと思った、ためになったと思ったら、いいねやチャンネル登録、コメントなどいただけますとすごく嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。